Thank you.
元々はこれ10月にね味変えたかったんですけど、僕番組ででも一人だけメンバー集まらなくて学祭でやろうってなったんですけど、まあ、どうせやるならドラムの人多分もう組めないと思うから誰か組んだことないドラムの人誘おうと思って、だからまあリクがいたんでリク誘って、まあ、ギターをやることになりました。すごい学祭のなんか思い出が強くて、まあ、2年前なんですけど、なんかちょっと面白いエピソードあるかな。あれ、高俊っていうの？高俊いないかな。なんか高俊と初めて会ったのが学祭なんですけど、学祭で準備してる時に喋って初めましてから入って、俺好きなバンドカラフルですって言ったら、あ、俺デビューでやるよって言われて、これめっちゃ楽しみですって。で、本番その高俊のライブの時間にお笑いライブが入ってて、俺友達と高俊に隠れてライブ見に行ったんですよ、お笑いライブ。で、ちょうど戻ったら高俊終わっちゃって、俺どうだったって言われて、初心者と思えんぐらいめっちゃ上手かったんですけど、高俊なんかめちゃくちゃ止まったらしくて、曲の途中ですぐバレて毎年学祭の時期になるとそれ言われるんですけど、今日もなんか会って3回ぐらい言われました。突破のナルトでライブ行くなよって。あともう一個あるんですけど、ちょっと名前誰か言えないんですけど、学祭の準備中に昼休みゆうやとゆうさくとあともう一人で日高屋に行ったんですよね。そしたら先輩二人いたんでね、で先輩二人なのになんか持ってくるなんか料理の数がなんか3つ4つぐらい、なんか定食2つプラスなんか餃子から揚げみたいな、誰だっつってその時その先輩のこと知らなかったからね、誰だろうと思ってたんですけど、で今よくよく考えたら全ての謎が解けました。でいいっすか。で、僕のデビューもね学祭だったんですけど、その時にゆうまさんと組んでかなぶんとは時間やったんですよ。で、かなぶんがないものねだりで、で、あじかんがリライトやったんですよ。でまあ、せっかくなんで最後1曲ゆうまさんとの思い出を振り返りながらデビュー作んないけど依頼とやって帰ります。はい、じゃあ時間の定番でした。ありがとうございました。